い、どうもピューキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースト、フーリーデイブのトロールレベルということで、不完全と名付けられたトロールコースということでしょうか。まあ僕自身も不完全な人間ということは承知しております。いつも頭のネジがぶっ飛んでて、わーわーギャーギャーとガマガエルのような汚い声を発しながらゲーム実況をやっているわけなんですけれども、そんな僕とこのトロールコース、どっちがぶっ壊れているのか勝負しようじゃないか。そしてこのコースに勝利し、壊れキングという名称を僕は手に入れたいと思います。もう二度とこんなオープニングやんない。マジで初見の方いたらこいつやべえなって絶対思われるよ僕。まあ間違ってないんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.1%。 そういや最近コメントでさ、僕の動画を全体的に音量大きくできないですかって言われたんだよね。え、小さい？いや僕自身の動画の音量が小さくて、中間に入る広告の音がでかいからびっくりするって言われたんだよね。いや僕はさ、自分自身がうるさいから小さくした方がいいかなと思ってたんだけど、どうなんだろうね。ハウディ、どうもこんにちは。ハウディってみんな知ってた？いやこれ上なんかあるんじゃないのか、弾がすぐ来るとかさ。ハウディってね、こんにちはって意味らしいよ。僕知ってたね、さっき調べたから。開幕ハダー。まあ左上行ったらどうせ罠に引っかかるんだろうなと、そういうことを思ってました。だから今の引っかかったのはわざとみたいなもんだね。だから乗っかんだよ。この音楽ってさ、トロール講師じゃあんまり聞かないよね、このオルゴール調のやつ。めちゃめちゃ可愛いよね。こんな可愛い音楽してるのにコースは全然可愛くないんだから。そして右に30コイン、左に50コインがあるな。左の50コインを信用してみるか。右だ、右の30コインで間違いない。もう金は信用しない、絶対にな。これから何があっても金は信用しないでいきたいと思います。10コイン、30コイン、そして50コインまでも僕を裏切りまくった。ここは何もしない。ここで金が出てくるのか、ありがとう。ここは、あ、待って、このお金ということは、いや全然合ってたんじゃないの。こう左は、ここ気になるよね。あ、こっちは金だ。ないのか、なんかあってくれよ。花ちゃん遅いな。どうもこんにちは。さあ花ちゃん来ていいよ、僕を倒してるのかい。でもドアに入ります。そして次は何があるんだろうね。何もしない僕は。そしたらここ右側行くんじゃないのか。いや絶対そうだよ。でね、何回も聞いてるんだけど、ちょっと聞いてて。あ、令和ジャイアンに聞こえない今のところ。もう相当ぴったりだと思うんだよね。なんでこの曲絶対ドラえもんを参考にしてると思うよ。まだ見ぬ罠にやられてしまいました。まあトロールコースターあれですね。じゃあここは何もしない。そして扉の下にファイヤーが隠されてると、そういうことですね。いやこの隠しブロック系は分かんない。せめて何かヒントを用意してくれ。ファイヤーを取ることによって何か変わるとか、そういうのはないみたいだな。じゃあこのツタに登っていきますか。ツタを伝っていきましょう、ツタだけに。いや全然いいよ魚、むしろ着替えさせてくれてありがとう。そしてここの右に行ったら進めないね。魚なんで復活してんだよお前は。いけおら。皆さんはお気づきでしょうか、右のサンボがすごく怪しいと。そして僕が今ズボンを履いているということに、このサンボ絶対倒さない方がいいよ。なんで被弾して右に進む、それが正解なんじゃないか。あのバレも怪しいな。なるほどね、あのピンスイッチを持たなくちゃいけないんじゃないの。ちょっと何なんだお前はよ。そういう広告のアプリのゲームあったな、どんどん自分を長くしていくやつ。でもまだあの土管に入れるんじゃない。ちょっと頑張って右に行こうか。あの右のブロックペラペラを叩いて進むと、こいかーい。このサンバ倒していいのかな、一旦倒してみる。あ、倒しても別にいいんだね。そしてバネをこさせて、このピンスイッチを踏めと、そういうことなんじゃないかな。あ、でもピンスイッチ来た、右行けなくなった。上かな、あーこっちなのか。これはコイン、コイン、コインのこの先のブロックを溶かしていけと、そういうことですね。じゃあここで溶かしていきましょう。なんか嫌な音楽がするな。こっちは知りたい級っていうわけでもないね。なんか正解、こっち、あ、正解なんだ。なんだ知りたい級、ちょっと期待したぞ。そしてここは間違い探し。いやでも左、真ん中、右、ちょっと考えてみるわこれ。いやまあいいや、もう適当に行ってみるか。右行ってみる、どうせ全部正解なんでしょ。僕は知ってるよ、トロールコースで間違い探しは意味がないということにな。ここだけ違うみたいな、逆にそういう感じ。いやでも合ってるっぽくない、右が正解みたいな書いてたもん。ええ、何ここ、上は何もないし、右も何もな、あーいやー右なんかあるけど、多分ねこの土管しか入れないから、こっちが正解なんじゃないのか。いや絶対合ってないわ。いや何が起きるのここ、僕どうすればいいの、何もできないよ。
何をチラチラ見せてさ、そんなお世話を前にした犬みたいなことしやがってさ。パウが出てきて、そっから消されたね。あ、いやこれで取れるんじゃない、スターが。めんどくせえことさせんなって何なんだここは。これ実は進むべきルートみたいな、そういうのを期待してるぜ僕は。え、ここで魚にやられるだけ。いやでも実はここ溶かして先に進めるんでしょ。じゃあここ左の2つだったらどっちでも良さそうじゃない。多分こっちで合ってるんじゃないかな。そしてどっかで、どっかに入れませんね。え、じゃあ右で合ってたの。でも右やられただけだよね。あー、なるほど、あの左の針の方に当たってやられると。いや、こんな身体機僕にとってはぬるいんだよ。見ててよみんな。まあここ下がアイスっていうのがちょっと難しいぐらいだね。まあ、さっきからね何回もこうやって落ちてんだけど。これぶつけ、え、なんでこんな難しいのこれ。キャッ。ダメだ、こういうチマチマ系は僕苦手なんだって。許して。でも次ね、マジで行く、ここ歩いていこうか、ゆっくり行こうか。どうだ、これが死にたい人だ。こっからどうするかなんだけど、上に行くなってことかな。あー、なんか扉が見えるね。ってことはこの辺になんか降ってくるみたいな。ドキャーン、チャレンジよ。もう分かったぞ、ここは右の方にいて何もしなかったらいいっていうことでしょう。そしたらボム兵が降ってくるんじゃないかな。それかここギリギリまで行くみたいな、なんかオーフも変わったもんね。上に行かんようにしよう。あー、なるほど、これで多分ねボム兵が落ちてくると思います。さあ落ちてくるんだボム兵、ボキャーンとな。そしてここの扉に入っていく。さあ次は何が待ってるんだい。おー、なんかかっこいいね、いいビート刻んでんじゃん。あれ、なるほどね、今のところのブラパンとこ叩けっていうことなんじゃないこれ。そしたらここ下にはもしかして、やっぱりね、身体級みたいな持ってきやがって。これどういう身体級だろうね。このちくわブロックをどうにかして落とせみたいな。え、マジでわかんない、このブラパンのところで。ああ、そういうことね、こんなのぬるいぜ。じゃあここでブラパンを叩く。そうしたら何かが出る。キャナちゃん、ハナちゃんをどうすんの。一旦待ってみようか。あー、ここで左に行けるっていうことで、このハテナブロックは何だろうね。あー、そういうことか、これで上に。うわー、どっち、こっちももうすげえ怪しくない。あ、なんもないのか。じゃあ上のこの扉入っていきたいと思います。もう大丈夫でしょこっちで。うわ、なんかめちゃめちゃ綺麗だね装飾が。これは毒キノコ、多分これも毒キノコ。いや違うね、じゃあ右もコインなんじゃないのか。コイ、道は二つ、上の土管か下の音符かだね。とりあえず上の土管入ってみようか。土管に入れませんね。右上トゲゾウ持ってこいって書いてるけど、トゲゾウかぶってきて速攻やられたよね。じゃあこの音符叩いてみる。あ、音符叩いてこっちに行くことが正解みたいな。今なんか突き取ったけど、実は突き取ったらいけなかったとか、そういう感じなんですか。なあ、この下の隠しブロックなんもないね。じゃあここはもう何もないのか。何が用意しとけ、ここは。あっちー、ちょっと今の月に当たらず行こうか。どっかで月が出てきたでしょ、この辺ですぐ下に行く。これで多分ね、トゲゾウが、あ、そこにあるのか。トゲゾウ迎えに来たよ、トゲゾウ、お待たせしました。これで先に進めると、そういう、あ、やるじゃないか。ここのブロックを壊すとブラパが出てくるなんてよ、そんなの実は想像してたよ、嘘だよ。じゃあここの上のブロックを壊して先に進みますか。で、今ワタパチがすごく食べたいんだけど、なんか急にそういう時ない、めちゃめちゃ食べたくなるみたいな。絶対この突き取った瞬間下にすぐ行く、なんか出てくるんじゃないの。よし、あぶねー。多分今なんか出てきてたような気がするけど、ここは当たっておけっていうことだったんじゃないかな。そうしないとキノコが取れないですよみたいな。右下すげえ楽しそうじゃねえか。ハンマーが出てくるだけ。なんか他に面白そうな仕掛けないの。ないよ。そういや月で思い出したんだけど、最近なんかあったじゃん、赤い月が見える日だったっけ、地球が月に隠れる日だったっけ。ちょっと月が地球に隠れるか、どっちかわけわかんなくなってきてるんだけど。じゃあここはキノコを通って左に行く。そしてこのブロックを壊して、壊しすぎだよ。下まで行っていいって言ってないよ。なんて書いてる。これは死に耐久の予感がするぞ。まあまあ死に耐久だったら全然いいよ。さっきの石やんか。どうすればいいんだここは。まずペラペラを壊す、そして何もしない、降りる、降りてみる、左の尻尾。頼むって。えいじゃねえんだよ。
見て見てみんな、こういうのやりたくならない？あの丸のところに当たったらダメみたいだ。次こそ行くよ僕、この地球を救うために。タロちゃん、今日の晩御飯は何がいいです？焼き魚がいいですね。ここはすぐ右にダッシュ、それが絶対正解でしょう。即席でやられてる。もう何のうちなるよ。こっちはもうそんな感じ。あ、まあまあ中間取ったから全然いいんだけどね。これ下降りれないから右押し一発成敗されたでござる。さあいよいよ中間にまで来たね。ちゃちゃっとゴールしていきますか。このバネはなんだ、このバネ持ってっていいのか、ここなあ、バネ踏んでいいのかい。はい、ダメ。じゃあ何なんだこのバネの役割は。左捨てておくよ。そしてこのままツタに登って上に行きます。そして上に下があるな。ここも上のツタに捕まっておけばいいと思ったけど捕まれないね。あ、ここは何？炎って書いてる。あなたが一番王道な状況なんじゃないの？こんなところに閉じ込められてさ、僕が助けてあげよう。クッパ様、一緒に地獄へ行こうぜ。ここはジャンプして何もしない。そしたら先に進めるっていう感じか。で、ここ上か。左だね。左行ってみる？この顔かわいいからさ。そして50個位が隠れてるけど、これ絶対罠でしょ。でも僕はこんな50個位取れないと思っているのか。僕は50…いや違うんだって。次こそ絶対に取る。ここは50ポイント取った瞬間すぐ左、そして一旦真ん中、いやこのまま右に出してしようか。僕は50コインが取れる男だっていうことが証明できました。そして右下、ドアって書いてない？右にドアがあんのかな、それとも左にヒントみたいな。これさっきの場所もしかして？いや分かんねえな。ちょっと右行ってみる。これ何？まあ何もないか。あのドアも入れない感じでしょ。じゃあ一旦一個一個土管調べてみようか。ここは？ああ分かった、さっきの50コインの下にキノコがあったんだろうね。そしてどこに行くかなんだけど、この上？え、マジで行くところが分かんないんだけど。え、やられれんくないこれ？ちょっと探すわ。あ、分かった、ここやん。ここで多分入るんだよ、どうにかしてドアに。ああなるほどね、こういう感じか。ファインドサムデッド、死ぬのを見つけろ。いや違うね。ごめんね、英語マジで苦手だから。でも何かを見つけろっていうことなんじゃないかな。ファインドっていうことだから、これ全部叩けみたいな。そんなめんどくせえことさせる。左下行こう。多分こっちなんもないね。じゃあキノコかなんかを見つけて、あの左まで行けと。これいやめんどくせえ。こんなのやめろって。もう早送りするよこれ。絶対早送りした方がいいやつじゃんか。こんな間にさ、ずっとトーク続けれる自信ないし、見てる側も暇だと思うんですよ。こんなの何かあるまでさ。なんかあったな、そこにキノコが。こっちは運がいいんだよいつも。じゃあここで壊す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 。そして次はファイヤーを見つけろっていう感じかな。多分ハテナのどっかにあると思うんだけど。いやほんとめんどくせえこれ。なんでこんなことさせるの。いつも身体験の方が100倍いいね。ハテナの中なかったら僕怒るからね。実はペラペラの中みたいな。ありがとう、待ってどっか行かないで。なんなんだこれ。なんのチャランだこのコースは。でもさ、これ左行ったらやられるだけみたいな、そんだけでしょ。いや実はこっちが正解みたいな。いやいや全然ある全然ある。ほらこの土管に。これは火の中にあるキノコを出して先に進めっていう感じだったね。え、これまた左に渡らなくちゃいけないの？難しいんだよ。そして大丈夫かキノコ、そんなに焼かれて。マリに食べさせたら逆に小さくなるんじゃないのか。これ左下行ってみようか。そしたらキノコが右に来てくれるね。夜スキーを生かした攻略だね。どうもトロール攻略系 YouTuber です。そして左上にさ、ここのドアに入れっていうことを書いてたから、多分こっちで合ってると思います。頼むケンパ、信じてるよ僕は。いや全然熱いね。賢い賢い、どうも賢い系 YouTuber です。いやなかなか賢かったね。そしてここはスピンジャンプで降りていく。そしてあの30コイン取ったらいけないと思うんだけどな。気になるから取ってみようか。ゆっくり行こうか。ブー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 。そんなの僕が抜けれないと思っているのか。いやあそこまで怪しいことされたら逆に正解だと思っちゃうよね、あの30コインは。そしてそろそろゴールがあると思ったけど、意外とまだまだ長いな。これ一個一個全部叩いてみようか。もう逆にもう手当たり次第だ全て。なるほどね、あの土下座をかぶっていけとそういうことなんじゃない。
で、壁ってここでオンオフをして土管に入れっていうことだと思うんですよ。ここは左は？でも左上なんか見えない。あのちらついたのはコインじゃないのか。このコインを取れば何か月に変わってお仕置きされちゃうよ。ちょっとここガチで集中する。そうしないとあのトゲゾウ取れない気がする。なんでちょっと見ててね。何が起きた今。悪夢でも見ていたのか僕は。そして早くこのコースをクリアして、さっき買ったセブンの冷凍つけ麺、飛びたのやつが食べたい。早くもうゴールあっていいよ。この先僕はここ何もしない。うわっ、いや全然合ってる。どっち、下と上。とりあえず P 踏んで、いや上は絶対間違いっぽいんだよな。いやでも上行くしかない。いや絶対合ってる。でここで絶対合ってるって。こっちこのピンを持っててどうすればいいの。なるほどね。ここで左に進めと。下はフォールって書いてるね。だから絶対こっちに合ってるよ。鍵はねえ、鍵は僕に鍵をちょうだい。いやでもまだやり直し聞くんじゃないのこれ。左上、なんか左上怪しくない、ここ。いや全然違うか。まあなんかねあるとは思ってたんだけど、やられるだけだったね。鍵はこの下にやっぱ行けってことかな。あー、分かった分かった。多分このハテナブロ、いや戻れねえな、あれ叩いたら。でももう行くしかないよねこれ。え、鍵どこにあるの。こっちは実は正解とかそういうことなんじゃない。頼む。なんか変わってて、左は行けないもんね。知りたい系の場所じゃないでしょ。いやこっからあの氷が溶けて最後は何か変わるとかそういうことだと思うよ。だってさ行き道なかったもんここ。頼むよ。ほら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 、見た見た見た。まさか本当にゴールだとは思わなかった。それじゃあゴールしたいと思います。これ僕ね戻ってくる時に思ったんだけど、この風船状態のまんま上まで行かなきゃダメなんじゃない。この状態だったらタックルして入れるみたいな、実はあのゴールの裏ペラペラが隠されてますみたいな、そういうことだと思うんですよ。なんか左開いたな、あそこに行くのが実は正解だったのか。頼む、ペラペラ合ってくれ。そしてもう一回。いやでもさ、こっから左に行けたとして、こっからどうやってゴールするんだろうね。ちょっと一旦ボム兵が来るまで待っておこうか。で、こっからチビ状態のまま行くかどうかだよね。いや、下に行く？どっち行けばいいのこれ。下に行ってみようか。こっちが正解。合ってる。さあ、もうゴールしていいよ。どこいる？やったー！いや、このコースはもうアートだよ。芸術。配色も綺麗だったしね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー165ということで、サムネを見る感じはさ4つバネがあると思うんだけど、あの4つのバネこっちに向かってくると思うんだよね。そんで通れる隙間が全然ないじゃん。これどうやってクリアするんだろうね。めちゃめちゃ気になります。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.06%。 そんで最速が6秒だから結構時間かかってるんだよね。いやバネに翻弄される姿しか見えんばい。これちょっと最初見ておこう。どんだけゴールをさせたくねえんだよ。まあ気を取り直してやっていこう。とりあえず適当に行ってみようか。この下からバネを抜ければいい。すげえ薄けそう。これちょっと気合い入れていくわ。ちょっとリズムよく登ってみようか。この階段をタン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 。無理やろこれ。いける気がせん。下から2番目かな。下から2番目のところ追っといてみようか。この場所、うわ無理か。レールがこっち向いててさらに一マスしかないからさ、あそこに常駐することできないっぽいね。じゃあ一番下だ。一番下で右を出発、そしたらバネが抜けれるっていうことなんじゃないのか。いやこれワーチャルよ。ここでジャンプ。なんだろこれは。何今の、めちゃめちゃ面白いんだけど。でも合ってないからこれ。ここからジャンプ、いや無理か。でも
もなかなか今のいい線いってると思うんだけどな。ここで3つ目のところでジャンプして、4つ目のバネも下からジャンプして右に行くみたいな、それでいけそうな気がするんだけどな。ちょっとやってみようか。これでいけると思います。あの良いな。これめちゃめちゃタイミングがシビアなコースだと思う。どのタイミング？もうこのくらいがいいんだって。バレー！お腹痛いんだけど僕。これ生き方合ってんのかな。マジで不安なんだけど。ずっと手探り状態でやっててさ、でもこのレールの下からジャンプしても絶対いけないから、もうあの方法しかないと思うんだよね絶対に。これあれだね、 LINE で好きな人から返信が返ってこない時の感情と似てるね。なんか急に言うてめちゃめちゃビビったんだけど、あれ何やり使いたいコントローラーの LR を押してくださいって、これゴールしてなかったことにはなんないよね。ちゃんとゴールしてるよね。いやこれほんと面白かったね。こういうわけわかんないコースめちゃめちゃ好きです。そして見てください、最速無事取ることができました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。